大変お待たせいたしました。ケーブルカー発車です。お宅のお客様、手すりなどをしたいとお待ちください。動きます。本日は A3 ケーブルカーにご乗車をいただきありがとうございます。このケーブルカーは最高勾配傾斜28度、また野生急に見えるまでの高低差が561メートルあり、全国のケーブルカーの中で高低差日本一を誇ります。これより山手ケーブル飛燕駅までの全長 1.3km を約9分でご案内してまいります。途中線路の傾斜角度が少しずつ変化をし、変わる箇所もございます。お立ちのお客様は走行中も引き続きまして、しっかりと手すりなどをお持ちいただきますようご協力お願いいたします。また窓際のお席におかけのお客様、開いております窓から顔を寄せ、肘をお出しになりませんようお気をつけください。また窓よりスマートフォン、カメラ大きく差し出されますと落下の恐れがございます。十分なご注意をお願いいたします。山上飛燕駅までケーブルカーがおよそ9分でご案内をしてまいります。この A3 ケーブル線は1925年、大正14年の12月に完成いたしました。敷設工事現場は険しい山中の急斜面、また我が国で初めての試みとなりました。カーブ、曲線をつけた線路の設置など、当時の先端技術を持っていても非常に難しい工事であったと言われております。以来98年間、A3 ケーブルは多くのお客様を A3 へとお迎えいたしております。前方山上より下りのケーブルカーが見えてまいりました。ここでケーブルカーの仕組みについてのご説明をいたします。ケーブルカー各車両ごとに直径 42mm のケーブルロープが山上方向に向かって取り付けられております。このケーブルを到着飛燕駅運転台にございます大きな滑車に巻きつけてモーターで回すことになり、この急斜面でも未了のケーブルカー、巻き上げと巻き下ろしの力のみで安全に上り下りをいたします。また2両の車体、山上の滑車を通し、この1本のケーブルで繋がっておりますので、上りと下り同時に滑車をし、同じ速度で進み、間もなく差し掛かります中間地点ですれ違う仕組みとなっております。このような方式は、井戸から水を汲み上げるときに使う釣り目に戻れ、釣り目式と呼ばれる方式でございます。中間地点のリゾートに入ります。ここで2両、すれ違ってまいります。
この中間地点を過ぎましたところで後方右下麓をどうぞご覧いただきますと、京都ラスオフの情報がだんだんと広がってまいります。京都市街地ご覧いただける高さまでケーブルカー登ってまいりました。そして沿線にはこの辺りよりもみじ、カエデの大木が続いてまいります。秋が深まり紅葉のピークを迎えますと、深紅の紅葉トンネルとなる場所を続いてまいります。沿線の紅葉少しずつ赤みを増してまいりました。ケーブル沿線にもみじ、カエデの大きな木が続いてまいります。京都府と滋賀県の境に、そこには標高848メートルのこの比叡山には世界仏化遺産円山宗総本山円覚寺があり、国宝金色修道などの建造物がございます。平安初期にこの比叡山を開きましたのは仙台宗の開祖伝領大師最澄です。方面、新山、日蓮らの瞑想も一度はこの比叡山で修行を積んでおり、日本仏教発祥の地、仏教の母山と呼ばれております。延暦寺はロープウェイ山頂駅に到着後徒歩10分の先にございます。比叡山頂バス停より山内循環有料シャトルバスがご利用いただけます。延暦寺行きシャトルバスご利用のお客様、山頂駅からバス停まで舗装路です。徒歩10分ご移動ください。またバスを使わずに歩いて延暦寺へ向かわれます場合は、到着比叡駅より登山道をお進みいただき、登山エリアまで約40分、ロープウェイ山頂駅よりのご出発点と同じく登山エリアまで約30分、こちらの道中はいずれも山道、登山道をお進みいただくコースとなります。お歩きご予定のお客様、お気をつけてどうぞ延暦寺までお進みください。そして山頂駅すぐにございますのは庭園美術館ガーデンミュージアム比叡です。園内に季節の花々が咲き揃い、モネ、ルノワール、ゴッホらが描いた印象派絵画45点を当番にて再現し、庭園内に屋外展示をいたしております美術館です。園内にはカフェとミュージアムショップを併設してございます。庭園内から京都市街地、琵琶湖側両方の眺望をどうぞお楽しみください。ガーデンミュージアム比叡山頂駅到着後お進みいただくとすぐに入り口ゲートです。そしてケーブルカーは間もなく比叡駅に到着です。ケーブルカーのみご利用のお客様はこちら到着7公目までのご案内です。山頂までの連絡乗車券、ミュージアム入園セット券、永山電車、京阪電車よりの連絡乗車券ご利用のお客様はいずれもお乗り換えです。ロープウェイ乗り場に2度目の改札がございます。お手数ですが、お手元に乗車券、チケットを今一度ご準備いただきまして、この後お進みください。前方駅のホーム、ケーブルカーが到着しますと車両が大きく後ろに傾いた状態で停車となります。プラットフォームも一段ずつの幅が狭い階段ホームとなります。お足元に十分なご注意をお願いいたします。ご乗車ありがとうございました。比叡駅7号目に間もなくの到着です。ゆっくりと止まってまいります。ご案内までお立ち上がりやご移動ございませんようお待ちをお願いいたします。完全に止まりました後、左の扉をお開けいたします。降車口、降り口、左側ホームです。お降りの際お忘れ物などございませんようご注意ください。なお、この後お乗り換えをいただきますロープウェイはケーブルカーと比べて小さな乗り物でのご案内でございます。ご乗車人数定員を超えました場合は連続運転2便に分かれてご案内をさせていただきます。ロープウェイ3分少々でお次の便のご案内が始まります、連続運転